まあ、北極の氷も溶けてるみたいで、北極圏で21度、摂氏21度から、まあ、縄文海進ぐらいは余裕であるでしょう。ということは、うちの今回の生まれ故郷の門真は完全に見ました。ね、まあ、河内は復活。で、この多治見はね、この場所、この辺りは、海抜100メートルぐらい。そのすぐ裏の元町の岡部だからどのぐらいは、海抜200ないんかな、あるんかな。そのぐらい。まあ、縄文海進って海抜200メートルぐらいまで来たって言ってるかな。今回300まで行くかもしれん。400、500、600、まあ、700。一応ね、過密流言について、プレイヤーで流言について最初発表したものでは、まあ、7という数字に注意ね。だから海抜700メートルぐらいは水没するかも。まあ、地球が一旦海の惑星になって、で、メンテナンス。お塩風呂に入るだけですね、私が。で、まあ、海水浴でもメンテナンスになるから、体は。大地もそう。一遍塩に浸かる。で、リセットするだけ、まあ、メンテナンスやからね。で、生き延びたいと山の上登ったらいいだけやからね。ノアの箱場の、もうあの地でもそういうんやって。なんでかって言ったら、核兵器使っちゃったからね。どこにどこでって、そのカルディアがインダス文明を攻撃した時もあったな。その前も何回か起きたらあるんやけどな。まあ、ムーが多いんだったからね。その作品やけどね。まあ、皆さんが一生懸命生き延びようとすればするほど私の体がぐちゃぐちゃ疲れていくから、皆さん一応寄生虫からね。だから、定期的に海でメンテナンスしてます。そしたらまたうちもね、気温できるでしょ。うちっていう体っていうか、地球に。で、うちの体もまた楽になって、また頑張るね、うちも。そのストック&フローやからね。もちろんうちが一番外の世界でどっかで頑張ってるから、その世界の人がうちを殺そうとして、うちに憑依してるのかもしれないけどね。そしたらもうずーっとそういう構造はみんなぐる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 繰り返してるんやと思う。そういう世界なんやね。もう全地どころか、なんて言ったらいいんですか、どう表現しよう。ね、ぐるぐるお互いのこと攻撃し合ったの、寄生虫なんやね。だから、一旦海に沈む。ね。地球が。そしたらみんな楽になるから。で、まあ、皆さんの本願地もそうやってるんちゃう本当は。知らんけど。言ってたとしても覚えてへんもん。あまりにも昔やろ。多分。昔すぎて。で、どうせ地球やろ、そこまで。わからんけど。まあ、いろんな小説とか SF とかあるから、地球っぽいけど全然地球と違うかもしれんしね。土があるかないかもわからんけど。まあ、土があって肉体があるから、搾取どうのこうのと話がある。例の世界の搾取って言うともうその強制労働ぐらいだからね、本当に搾取っていう形のその肉体にエネルギー作らせて吸うみたいなね。いろんな逆調をうちもダメージがあるけど、こんな吸血鬼みたいな行為を星たちはしてるの。そして霊、基本的に全ての霊は吸血鬼、性能としても。で、人間に表して、その人間が疲れたり、その人間で身から取らんとこうと思ったら、他の人から、そうとする。とはいえ、大抵のその人がご飯食べ続けてエネルギー作らなかったことは、基本的に表示されてるからね。表示されてない人、おらんのかっておるんちゃう。でも、望んだ食べ物食べなくてから、ね、肉体じゃなくなってくるから、ね。で、霊になって、お腹空いて表示しようとする。バカバカしい繰り返しやろ。その誤解もね、だから、そういう生き方における誤解も。やり直さなかったのか、みんな。そうちは思います。